誰だラントさんか。ラントさんだな。はい。はい。みなさん、始まるよー。よあーよろしくお願いします。お疲れさです。新鮮な画角です。マイク、ぐらぐらぐらだな、ほら。<laughs> ああ。 ペンチ欲しい。直した。直した。これこ二つネジになってるわけ。ぐらぐらこっちの上こっちを締めたら固定した。あ,でもあんま固定しすみ、まあまあまあ、<laughs> ません。いい <laughs> これあ待って。 ミキサーの音は今これに入ってる、LINE1 かに入ってるっていう、さっきのこれね、はい、OK です。了解です。お願いします。はい。あ、ばあばさん久しぶりです。皆さん久しぶりです。この角度で始まります。59分。24秒。ちゃあ、なんか手元見られるの初めてだな。いいっすね。 すごいよ、FMG のこの即席スタジオ。キャンさんが頑張って作ってくれました。始まります <laughs> バイバイハッピーからのこんばんハッピーごっくんちょうあー久しぶりここ FM ギノワンでも以前番組をやっていたリューティーがこの度9年ぶりのアルバム発表を、アルバムを出しましたそしてそのレコ発ライブが8月の15日に、えー、決定しました。ライブ会場がなんと、おっと準備するの忘れてたなぁ。 ライブ会場がなんと、こちら。チャタンライブハウスモッツです。さあ、そして、そのライブハイライブの後にですね、ビューティーファミリーオフ会をやることに決定しました <laughs> して、 それ誰が決めたかというと、僕一人です。主催はヒーフミー個人でやります。えー、詳細はライブ会場の近くでこれから探しますので、えー、ライブに来られるリューティーファミリーの皆様、それから、近くで、えー、多分ね、9時か10時ぐらいからになるのかなと思ってますけども、えー、来れそうな方はぜひ皆さんいらしてください。よろしくおかくんちょ 2月15日、開店295日目。本日も順調に開店しました。ひふみーズえ、これだっけこれだな。ばーン本日のみーぐちさんはお久しぶりのこの方です。おめでとうございます。ラントさん。 오메데토 고쿤 쵸 今、声入ってますか僕の声聞こえてますよ今。えー、僕の声は今、放送には載ってない。えー、今、ツイキャスに僕の声が聞こえて、あ、OK! ー。めいちゃん、ありがとう了解、これだね。こっちボタン触ったら放送に載るんだよ、声が。よしありがとうございますナオナさんもありがとうございますえーとですね、これ、こ,こうか。さっき、 えっと、綿たが見づらいって言ったら、じい、信じち,ちゃい。よし。よし。ラントさんいらっしゃい。タカボさんいらっしゃい。パパヤーさんいらっしゃい。ギフの9人のバーバーさんいらっしゃい。えー、ヤンキチさんいらっしゃい。沖縄デスキさんいらっしゃい。なおなンさんいらっしゃい。埼玉のゴーさんいらっしゃい。 それから、それから、それから、ヤンポいらっしゃい。トゥインクルちゃんいらっしゃい。オガチカラモチさんいらっしゃい。カーボンイさんいらっしゃい。メイちゃんいらっしゃい。ヒンガーさんいらっしゃい。イエッさあ、今日も皮膚水場。今日もどんん。さっきワタノキと話した時に僕は3週間ぶりだと思ってるんですけど、皆さんどんなんですか ?2 週間ぶりなの ?3 週間ぶりなのまあ、細かいことはする気にさ、さあ、若ちこ若かちこー <laughs> いやーあ、ヤマラさんいらっしゃい。もうね、今日ダン断髪してきましたよ。あの、ツーブロックじゃないんですけど、こっち側の髪をあの、バリカン・エレさんのをちょっと伸ばして、大人っぽくしてみますえー、っとですね、もう皆さんにいっぱい発表したい話がいっぱいあるんですが発表できない話もまだあるので、正式発表はまだまだこれからということなんですけども、えー、とりあえず、えー、今夜発表できたのは、さっきのオフ会を、僕個人で主催してやるということです。 大変ですよ1人で50人ぐらいのオフ会やろうとしてるんだから。バッペーたらね、あっち、モッツーの会場が100名超えるんですよ、入場があ。あっちではできないな。なんかどっかチャータンにいい場所ないっすかね皆さんが入れそうな。そう、オフ会やります、ヒンガーさん。リューティーが5月18日に、えー、9年ぶりのレコ発ライブをやるんですね。えー、その ライブの後のオフ会を僕一人で主催してやろうと思います。えー、っと、メールを会計で皆さんに、えー、楽しんでいただけるように。まあリューティーのライブ行かなくても、リューティーもね、顔出せるかどうかわからないんですよ。久しぶりのライブだし、あの,いあの2人いつも、あ喋しゃべる、番組始まる。放送用にしゃべれます。 これ音楽かけながら SE 入ニかな西松では牛乳ごっくんちょくもじではいい人キャラ公案ではぬうがらぽいぽい読谷ではゲストという名のレギュラーを獲得。 そんなラジオ好きのおじさんが昔撮った金塚、リアルなバーをオープンすることを夢見るが、それができずに、ラジオでオープンした仮想のバー、皮膚水ズバー、オープンです <music> なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。えっとですね、ヒフミバーというか FM 着の漫画ですね、今、改装工事中で、今放送ブースがいつもと違うところから、 放送してるんですけども、えー、パソコンが、F 右のワンのパソコンが使えないということで、今、BGM を流せない状態で喋りますんで、ぜひ皆さん、その辺、えー、ご了承ください。えー、そ,れそれから、それから、皮膚水場では、ラジオをお聞きのあなちゃが、あな、久しぶりに喋った、やっぱりかもね皮膚水場では、ラジオをお聞きのあなちゃが、あなちゃが、<laughs> あなたがじゃねえけどダメだ <laughs>。いいか、えー。私がマスターとなって、VIP ルームにリアルでご来店のゲストさんに絡めたテーマや、常連客から寄せられたお悩みをカウンター越しにみんなみん、みんま、みんなで解決したりする番組です。あかん、あかん、ひろふみ。あ、ひろふみじゃない。<laughs> あさも、ちゃ、ちゃあかんみな。自分の名前も本名を言う。えー、え 鳥り直さんで行こう。そのままいこう、はい。はい。この番組はカサラジオバーです。ご来店方法はふたーつ。音も違うしな。まずはメール。メールのルスは 123hwmb.gmail.com、えー。次にツイキャス。無料のツイキャスアプリから入店できます。当店ではツイキャスでご来店のお客様を追客とお呼びしております。してから2イマル放送でもやってます。 リスラジもしくはマイチューナーラジオアプリからも音声を楽しめます。パソコンでお聴きの方は FM ギノワンのホームページからも入店できますので、この後22時56分頃まで、当店マスター私クシーひふみとカウンター越しのようなおしゃべりを楽しみましょう。って言ってこっちからね、だいたい音楽入るんですけど、BGM 入れましょう。ツイキャスに音楽乗ってたら教えてね、皆さん。んさんいらっしゃい。えー、さあ。 先週の皮膚水場は FM ギノワン回収工事により先々週に引き続き収録放送、放送を2週、2週に続けて <laughs>。やばいな。俺喋れんかったらこんななるんだ。えー、っと、えー、っと。 収録放送を2 <laughs> 週に続けて、めいちゃんちょっと突っ込むでいいんですけど、BGM ツイキャス乗ってるかどうかだけ教えてください。乗、えー、ってなければ大丈夫です、えー。お届けしました。やっぱりこの時間家でいると、あ家で一人でいると自分の番組とはいええー、寝落ちしてしまうんです。ツイキャスに乗ってないです。オッケー、ありがとうございます。寝落ちしてしまうあ。ということは SE もはって入ってなかったっていうことか。そうですよ。僕は安定の神々でございますよ。パパヤさん。 僕のいいところです <laughs>。何だったえー、そう。やっぱりこの時間というかね、ヒーフーミズバー放送時間って、僕自宅にいると、10時前には寝るんですよ。で、先週も、先々週も途中で寝落ちして、ちゃんと聞けなかったんですけども、皆さんは寝ずにちゃんと聞けていたでしょうね。よろしくお願いしますよ。さあ、そして、えー、SE も入ってないです。OK、わかりました、えー。さあ、そして今夜のヒーフーミズバーはですね、3週間ぶりの生放送です。 どうぞもういらっしゃいませ。どうぞもうもうもう入ってください入ってください。靴脱いだ。あ脱いでくださいよ。まえ雪野さんも久しぶりすぎてから、えもうもうマイクも入れときましょうね。はいあああはいドリンク代のおつりも来てじゃあガッ角も変えましょう今で。はい雪野さん登場です。そっちソロ。あああっちこあっちこ。こっちあんまりやったことないから。 こ,こ,こっちの部屋。うん、あ、でしょう僕も。うんね、こっち座るの初めて。ほぼ生ですもんね。うん。えっと、番組続けますよ。<laughs> <laughs> 今ね、先週今ね、えー、ひ、ひ、ひふみ今夜のひひふ場は3週間ぶりの放送です。しかし、うん、いつものスタジオは改装中で使えないので、買って慣れてない B スタジオから今お届けしております。<laughs> そんな狭くて密着、密室な声のゲストは、FM 機能は何人いたりよ。 <laughs> えー、金曜日の夕方6時からの番組、<laughs> メイクミーハッピーの心と意識のエステティシャン、ユキノさんがご来店です。こんばんは。こごくくんちょごっくんちょ <laughs> えそれで、ゆきのさんをお迎えしての今の皮膚水ずのテーマを相談したときに、ゆきのさんが言ってたのが、あなたがこれまでに運命を感じたことだったので、うん、もう一つあったんですよ、もうそれははず。忘れちゃったも、もんし <laughs> あ、推し、推しね。しるねとは、ではなくて、この運命をということで、えー、短くして今の皮膚水ずのテーマはこちら。運命。運命。 運命の人、運命の出会い、運命信じる信じないこれって運命などなど、あなたの、そしてあなたの周りの運命エピソードをメールでお送りください。あと、ゆきのさんへの応援メッセージや質問もビシバシお寄せください。そんなすべてのメールはこちらまで。123hwmb.gmail.com もう一度ゆっくり言いますよ。数字の、1、2、3。アルファベットの小文字で。 hwmb アットマーク g m a i l ト c o m です。さあということでこの放送は体の不調は骨の歪みから あの、シャーロン・トゥ・ザ・スカイのギター・ボーカル、魂さんが所長、HSTA 骨格調整所、月の庭。月の庭。そんな HSTA 骨格調整所、月の庭では、いろんな体の不調がご自分で治せるショート動画を YouTube で日々配信しております。HS 骨格、HSTA 骨格調整チャンネルで検索して、えチャンネル登録、そして、えー、高評価、よろしくお願いいたします。 ロハスという思想、そして未来に存在可能な住宅、デザイン性を加味した、沖縄型サスティナブルハウスを建築していくことを使命として、設計施工をしています。IMA コーポレーション i 間違った。あ、違う。えー、これ。はい。まずは何もつけずに麺だけ食べてみてください。特製麺の美味しさも唯一無二。麺どころ、夢のや。はまだ食べたことないの あの、金時豆を煮た煮汁を凍らせて削った氷でいただくあのうちな全いを、全いの富士屋、ダルチザン、フラットヘッド、トイズマッコイ、桃太郎ジーンズ、サムライジーンズなどのジャパニーズデニムをはじめ、沖縄県内で作られているダブルボランチ。そんな良質なアイテムを取り揃えております。ブルーファーストスター 屋上テラスからは、キャラマ諸島が見渡せるナイスビューな庭園も無料でご利用いただけます。在宅復帰を目指す入所施設、介護、老人、保健施設、シルバーピア、シキナ。自慢のトリプルスープに醤油と出汁の旨味を凝縮した返し。食欲をさする香味油。創業当初の店一番のクラシックスタイルのオールスタートッピングの和風豚骨醤油ラーメンも抜群に美味しいです。 メン屋8連横浜中華街のアートギャラリーライブスペースで毎週末イベントを行っています。皮風水ー,ーバーの横浜支店、アートバブー146。丁寧に手作業で下処理された牛肉は溶岩石プレートに乗せてレアでご提供。分厚くてこれぞステーキと思わせる肉の塊は時間経過とともに焼かれていくのも楽しみの一つ。やっぱりステーキ、マカビ店。 今、提供クレジット読んでるんですけど、あのゲストの雪乃さんは今、しゃべれない感じで、ツイキャスの方にコメント残しましたけど、うん、今、僕、この間にお願いがあります。雪乃、うん、さんのアカウント、インスタと、うんえー、X、まあまあ、あの皆さんに公表できるアカウント全部そちらに書いてください。何をあ告知。あ今出てるよって。 のツイキャスのところにアカウントの URL を書き込んでくれると皆さんがフォローするので、この間にやっちゃいましょう。うぜひ皆さんフォローしてください。どこまで読んだっけあ、あった。<laughs> ええー、こっちだな。先日行われたシマフードグランプリにて、中前さん生産のウコンを使ったストレーゲウコンカレークラッカーで見事県知事賞優秀賞を受賞しました。 ブーランジェリーパティスリー今井イパンマージ本店古島店コンビニや大手スーパーでは味わえないアットホームな雰囲気も売りの一つ元部町先元部にある個人商店枠川商店ナンは土釜で一枚一枚丁寧に焼き上げています使用される数十種類のスパイスは体にも優しく美容効果も抜群です 本場の味、本物の味をご賞味ください。茶壇にあるカレーが美味しいアジアンダイニングレストラン、アダニーあ、アダニーがあったな。アダニー相,相談しよう。心地よい海風と波音を BGM にアグー豚や霜降り和牛などの素材を使ったワンランク上の洗浄バーベキューもお楽しみいただけます。クルーズ船モビーディック号、水中観光船オルカ号のことならここ。有限会社ウエストオーマリン、 皆さんは今現在粉ミルクを薄めてからしか飲ませられないほど生活が困窮しているお母さんがいることを知っていますか困窮世帯のベビーたちに十分なミルクを届ける活動をしています。教育ステーションつむぎ。そんな教育ステーションつむぎでは個人様、企業様のベビーズサポーターを募集しています。詳しいお話をお聞きしたい方はぜひご一報ください。 以上、各社の提供と追却、そして、電波、アーカイブでご視聴しているすべてのリスナー様と、ここ FM ギノワンのおかげで、今夜もヒフミズバー、楽しく放送させていただいてます。えー、どこまで読んだっけ。ということで、追却コメントを拾っていこうと思うんですが、も、ま、う、あ、ゆきのさんから自己紹介してもらいましょうか。来ていただいてるので。はい。はい。ほい。ほい、ほい。 すみません。ありがとうございました。ありがとうございまします、はい、どうも、こんばんは。えっと、私は、第2、第4、金曜日の6時から、えー、Make ハッピーっていう番組をさせていただいてます。えー、ゆきのです。よろしくお願いします。いますはい。お呼びいただいてありがとうございます。やっとですね。<laughs> えー、え。きの番組始めてどれくらいになるんですかあ、もう、5年 ?5 年くらい ?5 年くらいうん。 5年前からやってるのに、皮膚水場でやっと読まれた、呼ばれた。呼ぶ呼ぶ言ってから。そうそうそう。や大変だからこう、私、っていやいやいもう、ありがたやん。もうでもね、だから、その、同じ、その、番組持ってる同士で、いろんな、なんか、オフ会とか、飲み会も一緒に飲んだり、この間の、去年か、あの、浴衣パーティー。はいはいはい。今、同伴出勤して。そうだった、そうだった、そうだった。乱入したんでしょうね。乱入したんですよ、他の番組で。そうだった。 いっぱい来てますよ。来た沖縄大好きさん。いえ沖縄大好きさん。でね、さっきもちょっと言ったんですけども、f m きの放送中にゆきのさんのこれはインスタンとりあえず今インスタ入れて、X のどうやってシェアするんだろうと思って。誰か X のゆきのさんの URL を貼ってください。皆さんでフォローしてください。ちなみにゆきのさんは、その、ここ、何でしたっけ 心と意識のインストラクター。うん。エステティシャン。エステティシャン。どういうことなんですかあ、なんか、そうですね。心とかね。あの、癒したりとか。うん。あとは、意識も、意識が変わると世界が変わるって。うんよく言ってました。よね言っそうそう。だから自分の意識ですよね。どんな世界観を持ってるかとか、どんなビジョンを持ってるかとか。うん。 そういうものをこう変化させていくと、やっぱり起こるものも変わってくるんですよね、未来が。これは自分の考え方をポジティブにしていくような発想でいいんですかでもね、あの潜在意識の方ですね。潜在意識と潜在意識あるのかかりますか潜在意識は聞いたことあるけど <laughs> 潜在意識も聞いたことあるから、うんうん、あまり慣れてない言葉です。うん、ですよね。だから、自分で今こうだなって思ってることとか、うん、意識できることは潜在意識なんですよ。潜在意識、うん 感知能力ってかっんです。顕は顕微鏡の剣かな。ああ、顕微鏡の顕はい。違うか。もっと格差や格差い方で、はい。そうそう。で、潜在意識はその自分では意識しれない、しきれない方、無意識の無意識の方がすごく大きいんですよね。で、そっちにほとんど支配本当はされてるんですよ。はい。もうなんか当たり前に思ってること。うん。 あるじゃないですか当たり前すぎて普段考えないこととか車運転する時右足アクセルフォみたいな体が反応することだったりとかっていう。だったりとかもあるしんだろうないろんな記憶今は普通には思い出さないけど過去の記憶もありますよねとかトラウマとかもそうだしあとはこれをやったら楽しいとか普段意識はしないけど。 ありますよね、なんかね、はい、そういうのそういうの全部入ってるのが潜在意識で、はい、だからそっちの方をちょっと変えてそっちが結構支配してるんですよねそれって変えられるんですか、うん、それを働きかけて変えていくういう風にセッションとかして<ー> <laughs> そう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 そってうそうそるそうそううんうん、そ,そうですそうそ、ね、うそ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  ああ、うん、ちょっと言ってるの分かるかなうん、うん。そう。僕がですね、二十歳うん、うん、18から29までカフェバーで働いてるときに、うん、店長、僕の師匠、このバーテンの師匠がめちゃくちゃ厳しい人で、はいはい、えっと、俺の前歩くなとか、うん、もう先輩、先輩を立てるとか、先輩がどう思うって聞かれるまで自分の意見言うな。<ー>だもう理不尽なことも、うん 反発も何もできないまんまですごい仕事を、仕事盗めって言われて、やってる世界で仕事盗んでたんですけど、ストレスがすごくて、うんうん、ある時酒飲んで大暴れしたんですよ。<ー>もう,そう、ね、物壊して30万くらい弁償するぐらい大暴れして、<laughs> えー、結局この、この,あの原因というのはその人へのストレス、うんうん、日々ストレスがあって、で、そっから、えっと、その後かな、うん、その、 なんていうんですかね、この苦しい苦しがなくなったんですよ。その、一回、ば、ば、爆発した後。で、なぜそういうことしたかって話になるじゃないですか。お前はこんなやだよってって、怒られて。怒られて、なんでこんなんしたんや。実は、ストレス溜まってて。ぶっちゃけトークしたら、悪かったなと、あっちも。まあ、ただ、言って、言っておれたけど、その後、態度、何に一つ変わらないです。あ、その後も彼はでも、僕の中で、ちょっとその、 吐き出せたっていうことがあって、ちょっと気持ちが楽になったのかどうかわからないんですけど、ストレス止まらなくなったんですよ。そっから、えー、そっからまた、なんていうのかな。その、嫌だ嫌だと思ってたのが、うん、あの、嫌じゃなくなった、うん、ようにな,、うん、なるほど。 昔すぎてはっきり言うんですけどねなんか意識したはずそういうやめたくなかったんですよ人間としてはあの尊敬あのバーテンダーとしては尊敬してるんですけど先輩後輩で言うと尊敬できないんですよあまりにも高圧すぎてそんな理不尽なそうなんですけどそこから逃げたくなかったんでその嫌な部分を無視できるようにマインド変えたところがあるのかな多分なるほどそこからね そうかも。あの、楽しくなっていって、その仕事を続けることができたとか、たぶそういうことあるでそういうのもね、関係あるでしょうね。なんかね、吐き出せたからとかね。かもしれないですね<え>。水イキャスの方もいっぱい来てるんですよ。<お>去年ありがとうございます。そう、あの、いつもとあの段取りが違うので、うんうん、順番が違うんでちょっと前後するんですけど、ひふみずば、あの、オープニングと同時に、あの、<laughs> スイ今僕ここの画面、今、雪野さんが見ている画面はツイキャスのコメントを見れてる。見れてます、見れてます。僕が動かしたら動く動かない。あ、動かない。OK。じゃあ、これでやっていいのか。やっていいですよ、やっていいですよ。今日のみぐちさんがランドさん。みぐちさんってわかりますはい。分かない。新しい口って書くんですよ、感じで。でこれあのうちな口で。まみむめものみます。まみむめのみ。みー。みじさんとか。 えー、ミーニッシュとか新しい風って書いてあるうん、うん、ミーニッシュとかミーと読むミーバルって何ですかあれはミーバルビーチ,ーチ,ーチのもの、ねね。ミーグチさんっていうのはその日の営業の最初のお客さんのことで。ィフミズは僕その前働いてたバーの、はい、その日の営業。 で、最初に来たお客さんにワンドリンクサービス。おお、そうなんですね。その日の営業が、あの、借りつくようにとか、儲かるようにっていうことで、必ずいっぱい、毎回同じ人が来るんですけど。へえ。ー。じゃそ広がらないじゃんいそう。いや、広がらなくていいんですよ。いいですね。その人がいつも。ヒフミズ番組でもだから最初のコメントのこと、方は、三口さんって言って、あの、フレイング、ツイキャス配信する前にコメント来たのも全部 OK にしてるんですけど、今日はラントさんが、ラットさんですおめでとうございます。 ひふみさん、久しぶりと来てます。はい、大変、ラントだよと来てますね。で、その次に来てるのが、高坊さん。ひふみさん、こんばんは。やっと2時50分、夜勤が終わりました。お疲れ様です。今、帰りながら聞いてるんかな。結構前から開けてるんですね。そうそうそう。高坊さんが、春一番がすごかった。来日、今日春一番吹いた。あ、そうなんですか。今日春一番。今日春一番の日なんですよ。あ、そうなんですか。日もう決まってるんですか。これね、昭和の、いつだったかな、朝のあれで調べたんですけど。 えー、この、春一番って言葉を最初に使ったのが、<っ>このさ、何年か前の、何十年も前の、五月、2月の15日。<ー>この日から春一番という表現をしたらしくて、そこから春一番、明々の日ということで、春一,ねうん、春一番の日なんですけど、どそんな日に今日春一番が吹いた、うん。吹いたんですかそうなんだ。地球温暖化でね、あの、 なんていろいろみんな言いますけど、変わらないんですよ、その辺は。多分。ね。ね。なんか、ありますね。うん。え、それから、暴風の身に強かったって言ってますね、高野さんが。パパヤさんがその次聞てますよ。今夜も元気に、こんばんはこんばんは大念が帰ってくるまでお邪魔します。ということでですね。え、いつものコメントですよ。で、岐阜の9人のバーバさん、この方初めてじゃないですか。 うん。初めて。ラジオ沖縄のリスナーさんで。あ、そうなんですね。そう流れでこっち来てくれてるんですけど、え、こんばんは久しぶりね。そう。3週間ぶり ?3 週間 ?2 週間ぶりなんですか先週、先週先週やってないんですよ。録画でしたよね。先週も収録。2週練習。2週、二週間ぶり二か2月1日だ。2月1日。 1と8。だから3週間です。ゆきむさんの番組はうちはもう1月で、今月分はもう撮っちゃって。えっと、金曜日だから、今度の金曜日、あ、そっか、夕方はできないんか。そう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 。ギリギリ、あ、でもね、本当は23日は収録 OK だった、収録じゃない、生放送 OK なんだけど、私がちょっと旅行に行くので。どこ行くんすか北海道。あれ、雪祭りいや、雪祭りじゃないんですけど。う そう、ちょっと真冬の。いいっすね。家族で。そう。はあ。子供北海道。雪が見たいってね。北海道じゃなくても雪見れるさ。でもね、北海道の雪違うんでしょそうそうそう。なんかね、直行便があるみたいで。ピーチかなんかいいっすね。家族の話してもいいですかあ、いいですよ。お子様のは何名いらっしゃるあ、二人。二人。いくつといくつですかとね、小5と小3なんで、 今、十一歳と九歳かな男の子、女の子。上が男、下が女。うまいっすね。ですね。<laughs> うまいこと。旦那さんも旦那さん。ちゃんと言いますかちゃんと言いますよ。いますいます。いやいや、そう,そうそう、いるいる。一応聞いとかとね,ね。そうですね。<laughs> 家族四人でじゃあ旅行だ、ね。いいっすね。そうなんですよ。たよく行くんですか、旅行。旅行付きですね。 行きたいなそれで、そうだ、旅行で思い出した。その、今日の放送のやりとりしてる中で写真送ってくれって言ったのが、米ダの写真写真がなくて、自撮り。めっちゃアップでしたよ。そうやっぱあれアップですよね。めっちゃアップだったから。何をこう話しても限界がある。ちょっとこれ、アップすぎるなと思って。で、後ろが窓枠で。 あれ、本当にロンドンぽかったんですよ。ロンドンぽかったロンドンの写真かな全然ロンドンなんやろって。違んですこね。あの、コメダですよ。ああ、全然違うと思って。そうそうそう。えっと、ツイキャスちょっと拾っていきましょう。え、ヤンキチさん、え、マスター雪キさん、キャン君、ン、コンバンコックンチョー。コックンチヤンキさんがご存知です。ヤンキチさんははい、いつも来てくださってます。え、ありがとうございます。沖縄大好きさんもコンバンコックンチョと来てます。なおなおさん、え、沖縄マラソンに参加するそうです。今度日曜日。あ、そうなんだ。え、ヒロミさん、ヤッホー。 えー、夕方の入りして2時間490円の飲み放題で飲んでる。そんなのあるんですかすごいの。あのね、ラ <laughs> ハやばいっすよ。そんなのあるんですバカみたいに安いところあるんですよ。なぇ何を飲まされてるのかちょっと心配になってくるけど。大丈夫ですかあ、じゃ今日木曜日だから日曜日まで大丈夫ですよ。楽しんでください。<laughs> <ん>えー、埼玉の郷さん、ごっくんちょばんはいらっしゃい。えー、ラントさんおめでとうございます。 ああ、これあの、オープニングで、あの話したんですけど、うんうん、さっき聞いてたリューティーの。んリューティー。リューティー ?FM キノワンで毎週金曜日に番組やってたアーティストがいて、ははは僕の番組2時間番組じゃないですか。うんうん、この人たちのも2時間番組だったんですよ。うん、昔僕が皮膚水場始めて2時間番組になった時に、2時間番組あと2つあったんですよ。 へー<で>ここで3つ目の番組で2時間番組登録してやったんですけどうん、うん、そのうちの2つもなくなってしまって、うん、そのうちの1つにリューティーさんという男女のユニットの音楽ユニットがいてうん、うん、この方たちが FM ギュランで番組する前から僕お付き合いがあって 2>, あの2人あのボーカルと三振とギターでやるんですけどその2人のライブに僕カホンで飛び入りしたりとか籠城<ー>ライブとかってやってる頃に一緒に遊んでたりしてるんでその方たちが今度はあの9年ぶりにライブあのレコードあそう、ね、CD 化発売するライブを5月にやるんですけどそのリューティーさんのライブののリューティー のファンクラブと、あと、リュウティライブ、来てない人も誰でもいいんですけど、うん、あの、オフ会を、5月18日、<ー>僕主催、個人の主催そうなんですかすごいですね。どっかお店貸し、貸し切りでやろうという話を発表しました。あ<ー>何も決まってない。うんえー、すごい。多分、今ね、だけで、リュウティの二人が、えーってなってるはず。<laughs> そうなんですね。あ、来てないな。大丈夫なんだな。<laughs> そのままあ、虫とか <laughs> えー、それから、それから、えー、熱々の情報っていうのは、なおなおさん。そう、さっきの。 リューティーのライブですね。す今日の、この9時前に、あの、場所が発表されたんですよ。<あ>それまで、場所は秘密だったんです、<ー>昨日まで。十五、ね、15日にやるよっての決まってたんですけどね。えー、だ、ゴーさん、18日、リューティー関係なく、あ、リュティー、あ、ゴーさんもリューティーファンだ。<laughs> 遊びに来てください。ヤンポーさん、フリースマホで東京ラブストーリーを見ながらのごっくんちょそっち狭くないか <laughs> 座るとそうでもないですけど、ねうん、確かに狭いんだよね。どれぐらいの広さなんですかこっちっ 4, 畳4畳ぐらい畳半ただ四角くないんですよそ<う>あのこのカメラがある側の壁があるなってて階段なんですよこ,<れ>こっち。 あ、これ階段そう。あなるほど。こっちあの、エファミキの螺旋階段。螺旋階段。この螺旋階段の壁で丸くなってるんですよ。あ、だからな。僕、たまにあっちがた壁叩いてる。あっちが収録してるとき気づけって言ってから頑張りで帰りながら叩くんだけど、誰もやっぱり分からないみたい。こっち側暴れる。確かに。けかに、コンクリートだもんね、きっと。叩きたくなるんですよ。えっと、なウさんが、行くよ。あ、来てください。トゥインクルちゃんもコマっくんちゃんと来てます。いらっしゃいませ。 ファミリー番号1058番埼玉のガーでス懐かしいラントさんありがとうと来てますねランさん髪の毛2ブロックにしたラント屋でなんかね相当短くバッスリ行ってらしいんですよラントさんは女の子女性愛知で FM 右の番組やってたんですよあそうなんですねでこの間終わったんですよだから僕もあんまり見れてない日曜日のそう似合いそうだよ似合いそう本当 このポニーテールにして座ってる人がいるじゃないですか。あんな感じ。え考えたことないな。髪の毛、めっちゃ多い。え多いんですよ。多いよね。多い。女性に好きばさみ入れんか。やりますよ、美容室行ったら。根っこからじゃないですか、根っこからではない。根っこだと立つもんね。立たない長さのところで。そうそうそう。はあ。僕も好きばさ見れるんですよ。 そうですか。おじいさんなのにおじいさん。まだ大丈夫です。まだ大丈夫です。若力からおじいさん。こんばんは、ごくんちょえ、青森から追いキャス見てます。青森。寒そう。寒い。寒い。どう考えても。でも、春一番吹いたっていうか、ここから急にまた内夏もともと内地の方内地です、内地です。旦那さんは内地です。二人とも内地から沖縄に移住したんです。これどれぐらい前に移住したんですかとね、15年くらい。ほう。う。なんでなんでか なんか、旦那はもうなんかね、こっちに就職したんですよ。その時からその時、あ,あ,あの、もともと単独で。15年だったら、まだ子供がういない生まれ、ね、生まれてないその時はうか、<構>普通に、普通に、まず旦那はいたんですよ。で、私が、内地から旅行に来た時にし事っ,っていう。あ,あ、こっちでそうそうそう。あ 旦那さんも先住民だ。先住民。先住民。そうそうそう。失礼な。先住移住民みたいな。先住、先住、先住、先住んでる内地の方。そこ、旅行で来たら。友達と私来て。うん。で、友達の友達が旦那だったんでしょ。ああ、知り合いだった。う知り合いだったから、あの、案内してもらおうって言って。うんうんうん。で、3人で遊んだのがきっかけで。うん。そっから。その友達はその友達ね。何笑ってるんですか その友うちはまあ、今、多分神戸にいる。多分もともと神戸出身そうそうそう、私は神戸です。あ、本当にでも旦那は神奈川県ああ<ー>。なるほど、沖縄で出会って。そう。そうなんです。だから最初から遠距離で。うん。あそっか。遠距離恋愛してて、で、結婚するってしたなったから、はい。どっから付き合おうって言ったんですかあっちから。 ああ、違う <laughs> いいっすね。ですね。男性が言ってくれるのは安心ですね。<laughs> なるほど。<え>じゃあ、じゃあ、旦那さんの方から、うんうん、えっと、沖縄に旅行に来て、うん、あの、その友達に近いして、うん、沖縄遊ぶ一日遊んで。うん なんか、あ、いいなって思った。みたいな。私もちょっと思った。おー、そうそう。感じ物があった。そうそう。そうなんですよ。それこそ今日のテーマになるけど。本当ほんとなんか。運命みたいな。あ、そうだ、今日テーマ運命。そうそうそう。ビビビみたいなの、ちょっとあったんですよ。あ、二人ともじゃそれを感じたのそうそうそう。あ、その間に言うつもでした。何にも、電波通らず。通電せず伝説。そうい

た多分そんなもんだと思う。うね、もしかしたらミクシーかもしれないです。あミクシーってありましたね。<laughs> <laughs> ミクシーかもしれないです。でそれで連絡取り合いながら、たたどれぐらいその延々だったんですかあとね、一年で、あのー、恋愛してて、はい、で、一年、ちょうど一年後くらいにプロポーズしてもらって。お で、その後、またちょっと、一時間プロポーズするときは、雪乃さんが大きな来たんですかそれも。あ、呼ばれた。聞きまます？聞きたいよね、みんなね。だってさ、雪乃さんの番組三十分だったの一時間だけで、こんな話しないよ。まなみんが突っ込まんから、僕が聞きますよ。そうだね。幸せだったら、翼さん、いらっしゃい。聞きたいですよ、ヒンカーさんも。そうそうそう。 髪の毛も欲しいと言って。で、そっから呼ばれて。だから、そう。あ、その間ね、結構、ね、神戸と沖縄で離れてるけど、結構ね、1年間にね、数えたら14回くらい会ってたんですよ。すごくないですか行ったり来たり、やっぱり。両方がそう。はぁ。俺はこの後、運命って言いたいでしょそうそうそう。結構。そう、なんかさ、出張とかが、こう、運よくこうね。 あったりとか。うんうんうん。私もなんか、レポが取そう仕事、はされてるんですかあ、してた、してた。してたんですけど、私も出張が多い仕事をしてて。何の仕事したのあ、エステティシャン。あ、な、なるほど。そっからエステティシャンはついてた。そうそうそう。めっちゃエステティシャンって言いづらいんですけど。エステティシャン。噛まないように。あじゃエステの仕事しながら、出張って言ってあ、なんかね、私、あの、百貨店の、あの、化粧品はい。あるじゃないですか。はい。 高級な化粧品売り場エビアとかそうそうそうそこのまあとあるアメリカ系の化粧品会社にいたんですよでそこで,でそこでエステティシャンとして在籍してって<客>イベントごとに、うん、全国の百貨店に呼ばれて行ってお手入れをしてあげてあ、はい、であのその代わり買ってもらうみたいなそういう仕事をしてて。 はあ個人ではなくても会社で。その会社で。だからなんていうのかなその店舗各店舗のすごくよく買ってくださるお客様を各店舗がねあの予約取っとくんですよ。でその日に私は行ってエステをひたすらやる人。でその後は。これエステってフェイシャルフェイシャルですね。でその後はその BOV の人がバトンタッチして。 あの、お手入れ終わったお肌に、こうメイクしながら、今日は何買われますかみたいな。そういう流れで。あ、そうなんだ。あ、これね。あ、そっかそっか。私だけ映ってましたよ。あ、大丈夫です。僕は映らなくてもいいんですけど。ちょっと映ってるなちょっとだけ。もうちょっとだか。そうですよね。もうちょい。 せっかくだから僕髪切ってきたんで移りましょうね。太ったんだよな、俺。最近。え、そうなんすかやばいっす。そんなにはい。立ったらわかる。立ったらわかる。今わかんないけど。ST ローダーって。あ、そうそう、なんで分かったんですかなんすか、これ。ST ローダーっていう化粧品会社。おおアメリカって言ったから。アメリカってわかった。あ、す先輩。やば。これだけでわかるのあ、でも ST ローダーグループは多分世界にくらいの。 2位はね、たぶんね、あの、なんだったっけな。ランコムとかの。あ、全然知らない。そう、グループが、たぶん1位だと思います。はぁ。でも、当時だからわかんない。今はわかんないけど。その時の話よね。なので、それで、その、出張で沖縄来たりとかして、プロポーズは何て言われたんですかどこでどんなシチュエーションだったんですかそう。はい、どうぞ。私が、え、何個かかってますマジ長いでしょ 沖縄ね。はい。まあ今月はじゃあ沖縄で会おうみたいなね。で、行くじゃないですか。はい、そしたら、普通にね、あの、近くで遊ぶんかなって、普通にね、思ってたら、はい。はい、なんと、あの、石垣行きのチケット。をシークレットで、シークレットあサ、サプライズサプライズで、はい。サプライズね。<laughs> 撮ってくれてたんですよ。はい。で 行く、行こう、あの、旅行行こうと。ええって言って。そしたら、その後、ハてるマ行ったんですよ、そのまま。おー、仕掛けいて、そっか、果てる間。飛んで。そんな思ってないから、わーってなって。で、その日の夜に、星空の下で。ありがと結婚しようああ、ズッですね。あの、世の男性の方、真似してください。 そう。果てるまでプロポーズですよ。ああ、満点の星の星。満点の星。あいやー、BGM 何が聞こえましたか何かなマジか、やるな、旦那さん。B 型ですか、旦那さん。うん、A 型。A 型ロマンティストロマンティストですね。ああ。ロマンティストですよ。 いや、あのね、想像とかで頭に浮かぶんですよ。そういうことって、男性みんな考えたりするんだよね、みんなね。だけどさ、できないって。あ、実際はできない。なかなか。満天の星の下、星の下は、足元は砂浜ですか砂浜だったかな。だよね。はてる間だからな。はてる間だからね。牧場じゃないよね。牧場ではない。 あいや、いいっすね。もうその時はもう二つ返事はいはいと。はいはいとね。あい2つ返事しちゃったな。いいっすね。そっから、両家の挨拶をしつて、距離あるから大変ですね。あ、そうですね。まあまあ、大変でも沖縄に行ったり来たりするから、兵庫とかかあ神奈川だったら、そんなに遠くもないのか。うん。 うん遠いですけどねでもまあエステシティャンの仕事は辞めて沖縄来たやめてそこの会社はもや辞めて沖縄来てこっちでエステしてこっちでホテルでエステしてああなるほどしばらくは子供できるまででそこからずっと子供できてからもエステは辞めました専業主婦 なるほど。専業主婦しに今画面でわかったかなつまらないさお腹をしてたよ。何何仕事をやめるの嫌だった。うんうん。あそうともですか。子供との生活は。うんなんか逆になんていうのみんなこう仕事続けるじゃないですか。なんか育休とか取ったり。はいそっちの想像が全くつかなくて。うんもうなんか子供できたらやめるもんだとそれこそ潜在意識みたいな感じで。ああ。なんていうか 辞めるルートしか見えててなくて私はい、はい、だから普通にやめて、うん、あでもなんかみんな続けるんだみたいなことを後から思ってあなるほどもうそれぐらいもうまあまあその子育てとか、うん、お母さんになるのが夢だったみたいなあるんですか、ね、そういうところもあるし、うん、まあでもちょっとうん若干やっぱりなんかもうもう自由になりたいみたいな <laughs> 確かにね知らない知らないで聞くと、うん、あの 海外メーカーのエステティシャンで出張であっちこっち行けるっていいなと思うけど、うんうん、ずっとやってた疲れるでしょうね。落ち着かないというか、うん、まあ楽しみあるにしても。ね、その時はでも、もう、なんていうのかな、こっちのホテル、うんうん、リゾートホテルでエステしてた時なんだけど、やっぱり高速時間とか、はい、あの、エステを受ける人たちってやっぱり、こう、ね、 昼間から受ける人よよ、りも、やっぱ夕方以降なんですよホテルで受ける,るって言ったらう、ねうん、みんな帰ホテルに帰ってきてあとリラックスタイムで受けるじゃないですか。<ー>で営業時間もそう10時までだったからんていうのかなもう、ね、残業とかしたらもう11時12時になっちゃうからもう結構体力勝負でもうちょっと子供を育てながらっていうのはもう全く。 その時間帯でちょっと厳しい。あ、なるほどね。確かに女性は余計にね。そうなんですよ。その時間は働くの大変ですよね。確かにね。結構体力いるし。そう。あー、告白の話したら、あんつばさんがもう万代コメントしたるな。えー、ヒンガーさん、最高なシチュエ本当ですよね。ロマンティックなプロポーズ。いいですね。ねえ。大変、旦那さん大変だっただろうな、準備。 うん。ですね。結婚式は神戸でしたんですよ。だから、大変、大変だったのかな超そう優しいじゃないですか。そう、優しいですよね。今も優しいでしょ思えばね。今は今も優しい。でって、今こうやって夜出てくるのも全然いい。あ、そうだよ。そう、子供見ててくれるし。ああ、優しい。え、旦那さんお年近いんですか ?2 個上の。あ、いいぐらいだね。うんうん。いいね、いいね、いいね。はあ。みんながいい話ときてますよ。 はね、恥ずかしいから見ないでよって言ってきたんですよ。何をこれ。何何 <laughs> そうそう。いや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 。<laughs> いでよあ、姉ちゃんが、あの、X の雪乃さんのアカウント。あ、ありがとうございます。<の>そう、めちゃくちゃ。 で、ぜひ皆さん、これ、あの、やんああ、ヤンキツさんも載せてくれてる。ありがとうございます。えー、ナルトロさん、マスター雪乃さん、お疲れ様です。ビースタジオの狭さんに改めてびっくりした <laughs> フリモンラジオ、来週2月21日でまマは新しい私でお送りします。うん、来週のゲストのヒントは、クリスマスフェスでオファー、うん、えー、土曜お昼のあの美人パーソナリティさんが登場。えー、はい、知りません。そうそうそう。誰だろう土曜の昼。 土曜の昼。土曜の昼は、あ<れ>もう、え、巻いた方ではないのかなしんちゃん、こんばんは、いらっしゃい。いやそうそう,そうこ、ね、メール送った。メールも読みますよ、後で10時台に。マナキッチさん来ました。<お>出遅れましたかゆきのさん、こんばんは。こんばんは。は今はどこにいるあれ なんか、あれを。ヤンキチさんヤンキチさんじゃない。マナキチさん。マナキチ。マナキチって呼び捨てですマナキチって呼び捨てしやすいよね。しやすい。マナミンね。さっきもね。え、なんかそうそう。え、いたいました。えっとね、えっと、7時半七時半新しい番組の、についてたみたいで、その番組の、あの、アテンドしてました。なんかそう。インスタ入ってた。インスタで、あれ、東京行ってたのあの、なんか。 わかんない。ライブの、あ、そうすよライブ行ったっつってた。そうそうそう。テイラー・スウィフトの。ねえ。からあれっていつだったんだう今度詳しく聞いてください。そうですね。昨日。聞きましょうね。あれ、東京ですよね。違うのか。内地じゃない。内地ですよね。ね。沖縄じゃないですもんね。だから。ほら、そうです、テイラー。は、いいはずよ。いいな。しったなーっていうか。ね、当たったってすごい。確かに、抽選ですもんね。すごいよな。すごいすごい。日頃のこないゲですね。大ですね。 あ、うん、何の話でしたっけ。<laughs> そう、それで結婚して、沖縄で、うんうん、で、もうしゅ、専業主婦になって、今その仕事はどういうって形ですか。だから、そう。うん、だから沖縄に来た私。 こういろんな概念がもうガラガラガラと崩れていったんですよ。うん、<laughs> 内地の方によくある。ありますやっぱり。みんな沖縄来るとなんか常識が変わった。そう、常識が変わるっていうか本当に今まで大事にしてきたことも、うん、もう本当になんか取りさらわれたりとか、<laughs> うん、子育ても始まったから余計あ、確かに、うん、子育てするとやっぱりもうね、自分の思い通りにいかないことばっかりだから、こうなんていうのかな。もう 一気にこうアイデンティティが崩壊するみたいな感じ。今までの自分。そうそうそう。例えばどんなことが。なんだろう、あ、例えば、待って、子供が生まれる前の話も沖縄に来て。っていうことで言うと。なんていうの、あ、そうそう、その時ね、名屋に引っ越したんですよ。名古屋に住んでたんで、最初。はい。最初ね。いきなり名古屋住んでた。だから、神戸って、なんていうのかな、イメージとしては結構きらびやかで。洗練された街みたいな。結構綺麗。なんていうかね。 なんておしゃれな街じゃないですか。そこか,から名古,名古屋報道雑草うだらけですよ。そう十五年前の名古屋ですよ。十五年前さらに <laughs> 今まだあれだけど。名古屋の名古屋のどこですか。<laughs> あのねガブソカってとこ。<laughs> <laughs> 待って待って待ってえー、これ,これヤンキッさんとあのうん、うん、ヤンポーと石ころの手取りです。<laughs> そうですよね。マジかそうそう。めっちゃね、うん、場所。 てんかそれはめっちゃ個人情報になるからあれやけどあっちに視点がある感じ。そそそそうううううどでしすごくね住みやすくて自然もいっぱいあってめっちゃ今は好きめっちゃ好好ききなんです今はだし、だけど最初は分からなくて。 っていうのは、私は、なんていうのかな。よくある移住者は、沖縄大好きで来るじゃないですか。はいうん、う沖縄に住みたいって来るんだけど、私はなんか、たまたま結婚相手が沖縄にだから来たって感じ,じゃないです。もちろん沖縄嫌いじゃないけど。温度感違いますよ、みたいな。そうそうそう。だから、なんていうのかな。沖縄もちろん嫌いじゃないし、好き寄りだけど、うん、そこまでなんていうの、引っ越してまで行きたい。沼っ,沼ってるわけでもない。みたいな、うんうん、パターンじゃないんですよ。だから、うん、なんていうのかな。 ま、あ、たまたま来た場所ですよね。<laughs> そ,うそうそうそう。なそ,うそうそうそう。ガブそか。<laughs> でね、で、だから、なんていうのかな。本当に、あ、何もないんだ、みたいな感じ。うん、で、あの、その頃、ジャスコ。はい。<laughs> ジャスコだった。15年前はできたばっかり。そう、イオンじゃなくて、ジャスコだったと思うんですよ。うん、で,できたばっかりぐらい。ね。わかんない。わかんないけど、はい、とりあえずなんか、買い物に行くよってなった時に初めて。うんうん で、あ、近くの、ジャジャスコ行こうか、みたいな。うん。の時に、神戸の人って普通に、なんていうのかな、お出かけああ、うん、するって言ったら結構ちゃんとメイクして。よく東京の方がやるような感じ。まあ、普通にお出かけって言ったらちょっと綺麗な格好するじゃないですか。それで行ったら、めっちゃ浮いてて、私が。今から結婚式ですけどどこ行くんですかみたいな感じ。団子は特にな。ああ、なんか全然、 あれバチがいいみたいなのが、うん、そうそうそう。うん、そこでまずなんか、あれみたいな感じになって。うん、で、それの後、さらに、あのー、あのね、いろいろブランドバッグを持ってたんですよ、ね。はいはいはい。それらが全部カビだんですよ。ガブ <laughs> <laughs> スカワな、カビるんだよ。じゃなくて、そこでさすがに沖縄をね、沖縄を、ね、びっくりして、うん、で。 でしかもショックじゃないですか。何十万もしたやつがん、ねな。そんなにたくさん持ってないんですけど、うん、うん、そう、大事に使ってたのとかも、うん、<laughs> カビ吐いてるし、みたいな。<laughs> で、カビ拭いて使ってたりもしたんですけど、うん、あ、もうこれダメかもしれない、みたいな。うん、で、もう全部処分して、うん、なんていうのかな。はい、ああ、なんかこれまで私は一体何にお金を使ってきたんだろう、みたいな。<あ>うん。 大事にして、大事にしてたし、頑張って働いて、これ、ね、か働いて買った、大事にしたものが、一瞬で、なくなるし、梅雨でもないのに被し上がって、そうそう。うん、で、でもこれなくなっても私、あ、大丈夫だ、みたいな。あ<ー>とか、うんうん。はいはい。結構、神戸だと、やっぱり、なんていうのかな、見え見えの、うんうん。部分がすごく多かったので。うんうんうん、これ、誰か東京出身の方も言ってましたよ。うん ブランド、人に見せるために、勝負に、勝負じゃないけど、いい格好をしないと、負けみたいなのがあって、それをやってた生活から一遍起きなきたら、全く誰も観光気にしないし、それが楽だった。誰か言ってたんで楽だ、楽だし。 それで、<え>自分を許せるみたいな。そう。それまではそうじゃなかったんで。そうじゃなかったし、うん、今でもでもやっぱり神戸の友達と会うときはちょっと緊張しますよ。うん、だから、あ、こんな格好で大丈夫かなみたいな。<laughs> <laughs> あもうなんか、そうそう,そう,そう。三栄で買ったの着いていけないみたいな。<laughs> とかね、かもう島ぞりで行きたいんだけど、<laughs> だからやっぱりぞりはダメだよな、みたいなとか。うん <laughs> <laughs> なるほどねやっぱり違うんですね。うん、違いますね。でそれがだいぶ楽になったんです。楽にうん。それが楽にいではなかった。うんいではなかったですね。であ今までなんかミエとかにお金を使ってたんだなとかうん思って、うん、ああっね大事だったものがこうひっくり返るっていうか。 ああ、うん、じゃあそれとても良い変化良い変化ですよねあなるほど、ねうん、でもそれをまた受け入れられない方もいるいますよねかもしれないですね沖縄にいるその移住してくる方ってだいたいあの住んで居心地いいっていうのはその辺も大きい,い、ね、大きそうですねかもしれないそういうのに耐えられないこんなね大変な、うん こう維持するの大変だから帰るとかもういると思いますよ川がカビるのにやってみんな言いますよ <laughs> ね<え>あと50秒で9時台が終わります<い>、えー、ヤンキッズさん <laughs> <秒>、えー、羽地だと昔何もなくって名護市が一までバスで行ったうん、うん、沖縄あるある品川さん,そんあ,あそっか、うん、確かに車がなかった以来バスになっちゃうかだ,だってターミナルからジャスコまでバスないんですよ。 そうなんですか今はあるけど僕昔海外泊に住んでる時があってええ住んでるええそうなんだ派遣でそう本当にあの時に元部から半島線乗って名屋まで出てきてジャスコ行こうしてバスに歩いて行ったんですよめっちゃあるから何年前ですか ?20 ちょっと前二20年ちょっと前ということで9時台以上10時台もそのままチャンネルそのままでよろしくお願いします そうなんだそう。はい。ツイキャスに今音音、音が入ってますよ、マイクは。はい。カモさん、いらっしゃい。い見えにお金使うより楽しいことと美味しいものに使いたい。確かにな。見えって、でも、うんうん、沖縄の人あんまり見えない感じ。うんうん、どうなんでしょうね。違う,まあ違うところじゃないですか。そんなブランドとかどうでもよくないですか,か、ね、<laughs> お金出したりするなくて、あとなうん、飲み会とか。飲み会多いよね。 多いこっちね多いんじゃないですか旦那さんも飲みます最近飲まないんですよ森元々はお酒を飲むから飲める人ですけど飲み会が今の職場少ないみたいなああ飲み会僕もお酒嫌いじゃないですけどなくてもいいかなあうんうんなくても変わらない私はだから飲んでも飲まなくても変わらないんですよそうそう遠くまで行って飲まずにオフ会じゃないけど飲み会に参加して帰るうんうんうん私もそのパターンが気に入りますねひかさんカムデさん来た カムイさん来たよ。カムイさんあ、カムイさん。リスナあ、右にこの方ね。うん。お菓そうなんですね。カムイさん。価値観の共有は難しいですね。うん。確かに。そっか、超面白いな、この話。なかなかあんまり聞かなかったから。あ、そうですかどのお話いや、あの、僕がいつも番組で、あの、 なんていうのあの、ちょっとこだわってるのが、はい、普通の人が聞かない質問を聞く<ー>なかけなと思います、はい。 多分え、えっと、フリモンラジオ出ましたあ、出ました。フリモンラジオで聞かないことばっかり、多分聞くはず。フリモンラジオ、私、どうやって入ってるいかわかんなくて。そうそうそう。なんか結構ずっと黙ってて、あれ終わっちゃったみたいな。あっちはね、あの、被害者のすね、立ち上げる。いや、そのうち立ち上げますよ。僕、被害、僕も被害者です。あ、マジですか。雑でしょあ、ちょっとどこで入っていいのかな、みたいな。わかんなくて、そうそうそう。説明ないんですよ。 ねえ。じゃあ、もうさ、おまって、15分か20分放置するんだったら、外で待たせればいいのあ、そうそうそう。えなんか、なんか、ゲストんコーナーありますって聞いたから、あそこで喋り始めたらいいのかなみたいに思って、ずーっと黙ってたんですよ。聞いてたんですよ。ずっとそんな感じみたいな。そうだよ。そうだよ。 ちゃんとね、入っていいんだよって言って、欲しかったな。ってそうなんですよ。ええ、つ、ええ、や、つばさ農業機械には金をかける。ああ、そういうのもあるんですね。ありそう。あっちはね。大変なんですよ。あっちはね。あっち?。振り向いて、だかあっちって言ったけど。農業機械って結構金かかるんですよ。ああ。だって、トラクターって、なん、ね。あんなの。ものによっては。そうですよね。 年に一回しか使わないので、何千万するあるから、結局個人で買わずにみんなでみんなでシェアすると今度はこの順番まあのあれだって好きな時できないからって買う人がへトラックの維持費も大変なんだ大変そうだよ。ええヤツさん昔イルカ食べる食べたいけど今見かけないよね。イルカ食べました？うん食べてないはず。

買うんだ。買うの皆さん、ヤンツバさん、誰か結婚してください。お金ですね。はい。皆さんいらっしゃい。大丈夫いらっしゃいませ。ああ。さすがですね。ヤンキースさん、ナルトラ、女性見やすくしないと。何本当だよ。ナルトラそうです。よいい人なのに。ねえ。ちょっとね、爪甘いですよ。 ルトさんいい人だよね。<laughs>